シャドウがいるぞ。ぼーっとしてるから。焦らなくていい。うぞ、リフレクセン。真田先輩、敵をダウンです。行け。いい連携だった。さあ次だ。シャドウいたよ。よし、解析準備を開始します。負けるか。甘いな。リーダーがダウンです。ここはもっと戦えそう。的確な指示、見事だ。続けて頼む。宝箱だ。シャドウ、どうする？この局面ならトリデックス、この一手で。よし、次だ。気をつけろ。先
を開始だ。差し合い手じゃないです。疾風は弱点です。解析準備中です。この局面もう少し時間はかかりそう。ペルシャよし、狙い通りだったな。あれ？あの、はい。ご機嫌。私からのお願いです。素晴らしい。吉報をお待ちしております。それでは。
ようこそベルベットルームへ。ペッ全書に登録なさいますか？登録いたしました。新たな力をお求め。合体するペルソナを去って探すといたしまし。少々過ぎた力かと。どうぞご覧ください。そのペルソナが気になりますか？そのペルソナが気になりますか？こちらを引き出すのですね。それではこちらを。私、どのようなペルソナをご所望ですかな？良い選択かと存じます。引き継ぐスキルをお選びください。良い選択、どちらを継承なさいますか？の力を授かって生まれそうですな。かなりの力を授かって生まれるようです。どうぞご覧ください。そのペルソナが気になりますか？こちらでよろしいですか？内なる力を。それ以上はお持ちになれません。おやめになりますか？合体
ペルソナをご所望ですかな？どちらにいたしますかな？まだ扱いきれません。良い選択かと存じます。受けたまわりました。またの。油断はできない。シャドウいたよ。敵襲。ここはやたるそうです。いいぞリーダー。やたる。いいぞリーダー。行くぞ。新しい力を習得しました。的確な指示、見事だ。焦らなくていい。行けるか。行け。ポイズX。急所をつく。出ろ。ケンタシレア。今なら負けない。いけるよ。敵を撃破。イカリちゃんの調子。よし、次だ。このフロア、探索完了ですね。
俺の力で。がいるな。敵の分析に備えておきます。どうする？やたがる。ナイス。戦闘調整。続けていくぞ。シャドウ、どうする？先手を取って、行けるぞ。この局面なら。今なら行けそうね。どうする？これで。ナイス！いい調子！今なら総攻撃できます。行くぞ。
く決まったな。体を作るには負荷をかけるだけでなく、栄養と休息が必要だ。シャドウの隙をついた。かなりの強敵です。俺の力で。行くぞ。シャドウか、どうする？よし、いつから出陣だ。ペルソナ！真田先輩、敵をダウンです。準備 OK？ 任せた。はい、行きます。引き金を見せるよ、いいよ。うまく決まったな。いい連携だった。さあ次。
やはり。やったな。ありがとう。階段はこの位置か。続けていくぞ。シャドウがいるぞ。気のせいか、同じシャドウでも少し小さく見えるやついるよ。よし、ずっと。例の箱があるようだな。今絶賛大…階段あったね。ごき…それで…ようこそベルベットルームへ。ペル全書に登録なさいますか。登録完了でございます。さあ、どのようなペルソナをご所望ですか。こちらは強いペルソナです。引き継ぐスキルをお選びください。どちらを継承なさいますか。良い選択かと存じます。引き継ぐスキルをお選びください。よ、どちらを継承なさいますか。なかなかの力を授か楽しみでございますな。これまでの歩みでございます。そちらはすでにお持ちです。こちらでよろしいですか。それではこちらを。新たな、どのようなペルソナをご、こちらのペルソナ引き継ぐスキルをお選びください。強大な力を授か、始まります。どうぞご覧ください。受けたまわりました。またの、
こそベルベットルームへ。どうぞご覧ください。ゆっくり閲覧ください。こちらを引き出すのです。それではこちらを。こちらを引き出すのですね。内なる力を。おやめになりますか。またの。お疲れ様です。さて、あれ、それよく来たな。どうする？ゆっくり見ていけ。何を探…それで何を探してる？ゆっくり見ていけ。ん？もういいのか。じゃあな。ご機嫌。お待ちして。依頼を受けていただけますか。それえ大セール実施中だ。今日は大安売りの日だぜ。もういいのか。毎度あり。お疲れ。
りなさい。今日は実力弱い犬ほどよく吠える。あんたは真夏の美な、なんだかんた今までで一番手欲望に正直な感じ。うちの会社で青年誌の広告でデジカメ対応機種のレンズ、これがもっとでも仕方するよう従業員には言ってるわ。盗撮しようとしてインチキ商品買わされたなんて誰も言え。あんた若いイケメンの水着姿でおばさま方大興奮。あんたならきっとできるわ。ちゃんと約束守ってる？あの子と言いふらして約束破ったら。ありがとう。
それじゃあ今の時間じゃお腹本当は味見だけでいいから。疲労回復のためにお酢をベースにしてみかんとかをたくさん入れてみてたから少しさっぱりしちゃったんだけど。正直な感想を聞かせて。そうかな。でも気になったところは遠慮なく言ってね。意見とか参考にしたいから。っていうかリーダー、なんだか顔色が。我は何時、何時は我、何時新たなる絆を見出したり、何時女教皇のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。反応あるか？待ってください。見つけました。市街地に大型のシャドウ反応。本当に来た。満月の剣、どうやら確実と見ていいね。場所は岩戸台の白川通り沿いのビルです。白川通りか。ここ数日、影人間がよく二人一組で見つかるって聞いてたけど。なるほどね。二人一組。
そういうことか。白川通りってどんなところでしたっけ？私あの辺りあまり行かないもので。聞いたことはあるけど。ああそうか、ホテルんとこか。だから二人一組なわけね。風花も知ってんだろ、ホテル街だよ、ホテル街。あんたね。おいおい、何を妄想してるんだ。内装が凝ってるだけの単なるホテルだから。言ってみればそう、アミューズメントホテル。あれ、そうなんすか。なんか今回は嫌な予感する。行くのやめよっかな。またゆかりっち、意外なとこ子供なんだから。ちょ、子供はどっちよ。オーケー、行こうじゃん。私今日の作戦は前線で戦うの予約します。よ、予約制なの。さあ、現場の指揮は誰がやるんですか。今まで同様、今回も君だ。それとバックアップは今回から作戦時も山岸に頼む。はい、頑張ります。よし、なら前線に出るメンバーを決めてくれ。人選は任せる。おい。にもって感じですな。チャンプスでフレルル下噛みそう。シャンドフルールだ。意味は花畑か。間違いありません。反応はこのホテルの中です。リーダー行くよ。さっさと片付けてやるんだから。
ス？何よ、結構まともじゃない。皆さん準備を。来ます。鳳凰タイプの大型シャドウです。何をしてくるか分かりません。警戒を。局面なら通り抜く。急所をつく。決めてやる。遅いな。どうする？
遅い。やばいよね、これ。習得だね。お疲れ様でした。無事倒すことができましたね。本当に良かったです。ではこちらで待ってますので。凶楽せよ。我、汝が心の声なり。今を凶楽せよ。見えざるものは幻。形ある今だけが真実。
ど幻想、記憶など虚構。欲するまま束縛から解き放たれよ。なんちそれ望むものなり。真に求むるは快楽なり。なんち今まさに快楽の扉の前にあり。本心に耳を傾けよ。なんち享楽せよ。私Thank you.
そうか。のせいで乙女の心をもてあそんだ罪は重いんだから。今度こそ行けます。皆さん頑張ってください。絶対に絶対に許さないんだから。シャドウ、あれが精神攻撃の元凶です。はい、行くよ。この局面なら
行くぞ。
感謝する。ありがとう。まだまだ強くなれる。お疲れ様でした。上出来だ。トリッキーな敵だったが助かった。ありがとうございます。竹葉もよくやった。さすが自ら手を挙げただけあるな。まあ、そしてやはり見事だ。よく惑わされず立て直した。リーダーの貫禄が出てきたんじゃないか。この調子で頼むぞ。解散だな。そうだ、ゆかりちゃん、あのこの前頼まれたことだけど、うまくいった？うん、わかった、後で聞かせて。よし、私たちも戻りましょう。
ほら純平、何してんの、行くよ。今日は風花も大活躍だし、2年生組存在感ありって感じだね。お前ますます株が上がってんな。本当か。まあ今さらいいけど。ちょっと何突っかかってんの、もしかして悔しいわけ。うっせえな。想像よりも早い解決でしたね。大した見せ物です。彼らはここしばらく毎月こういった活躍をしていますね。最近では頭数も増えているようですし、戦い方もなかなかユニークだ。あの塔にも頻繁に出入りしているようですしね。どうでしょうジン、彼らは敵でしょうか。もうすぐ奴に会う頃合いやし、聞いてみたらええんとちゃいますか。なるほど、それはいい。彼は今や私たちと同じ運命を背負う者。すぐにも会って話してみましょう。私たちにはあまり時間がないですからね。